第1種電気工事士筆記試験問題の問4ですね、平成20年と21年の問題です。20年の問題はこの X がフェイントですな、はい、それから21年はデルタ回路になっている抵抗ですね、これがフェイントということであります。平成20年の問題ですね。問5になって、問4はね、キルヨフの問題でした、図のような酸素交流回路において、抵抗 R が中央、リアクタンス X が10オームであると。回路の全消費電力はどういくらかと、キロワットで答えなさいということですね。で、この X は消費電力が関係ないですね、これ無効電力になりますね。したがってこの回路はですね、消費電力に関してはですね、スター結晶、Y 結晶になるんです。で、Y 結晶になるとですね、この、R に加わる電圧ですね、総電圧ですね、EP にしますと、これはルート3分の200ボルトですから、したがって、この3つのですね、全消費電力というのはですね、R 分の EP 事乗かけ3ですわ。それをキロにするから10の3乗で割っとけばいいわけですね。はい、そうすると 3×、分母が、10オームですね。で 10×10 の3乗ですわ。分子の方がルート3分の200を事乗と、はい。こうなりますとですね、4キロワットということになります。平成21年の問4ですね。図のような酸素交流回路において電流 I。いわゆるこれ、線電流ですな。まあこれは3オームのところを来ると送電流になりますけどね、まあ、一応線電流ということになります、はい、これはですね、まずはこの12オームのデルタ回路ですね、スター回路に変換しますと、これ3分の1になります。これね、スターにしますと、加わる電圧が低くなりますんでね、デルタの場合は例えば200ボルトストレートにかかりますけど、これをスターにしますとルート3分の200ボルトになりますんでね、したがって抵抗値を減さないかんいうことです。でこれ3分の1になるんですね。したがってこれはですね、その左側の図に書いてあるようにですね、抵抗は4オームですね。で X が3オームの直列の回路になるわけです。したがって1層分のですね、インピーダンスは5オームになりますね。はい、そうすると送電圧はルート3分の200ボルトですから、いわゆる線電流はですね、ルート3分の200を5オームで割ればいいわけです。これね、そうするとルート3分の40アンペア、E が正解になります。